ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今回は今年1年の振り返りと総括、そしてそれをもとに来年にどのようにつなげていくかについてお話しします。とうとう今日で2021年が終わりますが、年末をどのように過ごしていますでしょうか。実家に帰ってゆっくり過ごしている人もいれば、いつも通り変わらない日常を過ごしている人も、もしくはいつも以上に忙しい日々を過ごしている人もいるはずです。ちなみに私は実家の佐世保に帰ってコロナ期間中に会えなかった親戚や知人と会って少しゆっくり過ごしています。もう今日は年末で最後の日なので、ゆっくり過ごしている人が多いと思いますので、ダイエットのいつもみたいな細かい話っていうのは抜きにして、2021年ダイエットがうまくいった人、逆にうまくいかなかった人に向けてメッセージと雑談をして終わりにしたいと思います。お酒を飲みながらでも、横になってゴロゴロしながらでもいいですので、ゆっくりと聞いてもらえればなというふうに思います。またですね、今回の動画を見て、あなた自身の今年1年の変化っていうのをですね、良かったことも悪かったことも含めてコメントでシェアしてもらえると嬉しいです。さて早速ですが、2021年、今年ですね、ダイエットがうまくいった人へのメッセージです。まず何より1年間本当にお疲れ様でした。仕事や家事、育児など忙しい中で、いろいろ考えて工夫して実践し、結果も出せているのは本当にすごいことだと自分を褒めてください。まずですね、生きているだけでも大変なのに、その中で生活を見直して変えて、食欲や体重という結果にまでつなげているのはもう尊敬でしかありません。この1年の中で、これまで無理してきた食事や運動をやめて、一時的に体重が増えたと悩んでいた時期もあったでしょう。他にも怖かった糖質を頑張って取り始めたり、運動不足を解消するためにステッパーや散歩を始めたりなど、この1年で大きく生活習慣が変わったのではないかと思います。そしてですね、この1年で痩せたという方はですね、一旦冷静になって今やっているやり方が間違ってないかっていうことをですね、年末年始にかけてゆっくりと考え直してもらえればなというふうに思っています。例えば体重が落ちていたとしても、イライラが強くなっていないか、食への執着が強くなっていないか、疲れやすくなっていないかなど、リバウンドの兆候は出ていないでしょうか。もしですね、そのように体調に悪い変化が出ているのであればですね、体重は落ちているかもしれませんが、もう一回ですね、生活を見直すっていうことをやってみてください。今の状況は少し無理をして無理やり体重を抑え込んでいるっていう可能性が高いです。なのでこのまま続けてしまうと、年明けや春までにリバウンドしてしまう可能性がありますので、ぜひですね、この年末年始の時間があるときに今の生活っていうのを見直すようにしましょう。その一方でですね、体重が減ってきて食欲も落ち着き、体調もバッチリという人はですね、来年も今の生活をそのまま続けるようにしてみてください。おそらくですね、そうした状態であるなら、無理に抑え込むことなく、ストレスを抱えることなく、生活が整った結果として痩せる日だはずです。来年もこのままいい感じの生活を続けていくことで、さらに痩せたり体調が良くなったりしていくはずです。自信を持ってこのまま続けてください。こんな感じでですね、まあ、年末のゆっくりしてるところでちょっと厳しいことを言うようなんですが、一言で体重が落ちたと言ってもですね、それは正しいやり方で痩せてきたのかどうなのかっていうことを冷静に振り返ることが大切になります。年末のこのゆっくりしてる時に何そんな難しいこと言ってるんだよって思うかもしれませんが、せっかくの機会ですのでですね、今年1年を振り返って、そして今の状態ってのが本当にいい状態なのかっていうのをですね、もう一回ですね、考え直してもらえればなというふうに思います。そして次に2021年、ダイエットがうまくいかなかったと感じている方へのメッセージです。まずですね、ダイエットはうまくいってないっていうふうに感じているかもしれないですが、もう何よりとにかくこの1年間本当にお疲れ様でした。おそらくですね、ダイエットがうまくいった、痩せたといったような人よりも、痩せないとか、食べ過ぎてしまったといったようなダイエットのストレスに耐えながら生活してきたことだろうと思います。頑張ってるのに結果が伴わないって本当にきついですよね。さて、こうした場合にですね、考えないといけないことはですね、そのようにいい変化がなかったことは、まあ仕方がなかったことなのかっていうことか、もしくは改善のしようがあったのかということです。このですね、1年で痩せなかったことに対して、まあぐちゃぐちゃ考えても、はっきり言ってもう意味はないですので、もう明日はですね、来年ですし、その次にどうつなげていくかっていうことを考えていくことが大切になります。どうしてもですね、過去の自分、今年いっぱいの自分とかを責めてですね、落ち込む人ってのが多いんですが、過去を責めても何も変わりませんし、ストレスが溜まって、
ダイエットにとっても良くないですので、できる限りしないようにしましょう。もうそれこそ年末年始ですね、もう何も考えずにパーッと食べたり飲んだりして切り替えることが大切です。そしてですね、まあ少し冷静になった時に、去年1年を振り返って、去年はダイエットがうまくいかなかったのが、まあ仕方なかったかどうなのかっていうことを一回考えてみてください。例えばですね、両親の介護が始まって自分のことをやる余裕がなかった。子供が受験で子供のサポートをするためにそんなに自分のことに時間を費やす余裕がなかった。こういったようにですね、環境の影響でダイエットがうまくいってない人ってのも多いはずです。もう正直ですね、そんなに忙しい中でダイエットをするっていうのはですね、もう無理なことなんですね。むしろ、そうした忙しい中で無理にダイエットをして痩せたとしても、それはですね、もう無理やり痩せたっていうことしかならませんし、ほぼ間違いなくですね、後から反動でリバウンドしてしまう可能性が高いですので、体重が逆に減らなかった、まあ普通に生活できたっていう方が、長期的に見るといいんですね。しかもですね、こうした、まあ自分のために使う時間がなかったとかですね、まあ仕方ない事情があって痩せれなかったっていうのであれば、それはそれでですね、ご両親や子供さんをサポートした1年だったと割り切って、人のために動いた自分を褒めるようにしましょう。本当にですね、もう余裕がない中で無理やり痩せたっていうよりも、生活を大きく崩さず、食欲を大きく崩さずに、とにかくこの1年を乗り越えたって方が、今後のことを考えると、まだダイエット的にもいいです。そしてですね、来年はこうした介護とか、子供のサポートとか落ち着くのかっていうことを一旦冷静に考えてみてください。そしてもしですね、今の現状がまた来年も続くと、自分のことに意識を向けるような余裕がない状態が続くっていうのであればですね、少しでもそうした負担を減らすにはどうしていけばいいのかっていうことを考えるようにしてみましょう。あなたがですね、今年1年痩せれなかったっていうのは、頑張らなかったっていうことではなく、頑張りすぎている。もしくは、頑張ってるんだけど、それがただダイエットに向けれなかったっていうだけなんですね。ダイエット以外では十分に努力をしていますので、少しですね、それを手放してダイエットに向けるだけでも、来年はすぐに結果につながりますので、焦らないようにしていきましょう。今年も十分に頑張りましたので、来年はですね、状況が変わらないっていうのであれば、少しでもですね、自分の手を離せるように、周りのサポートを求めたりですね、何か手抜きができないかっていうことを考えて生活してみてください。その一方でですね、なんかやらないといけないことは分かっていた。そしてやる時間もあったんだけど、自分が頑張れなかったっていう人もいるはずです。例えばですね、まあ自分は運動しないといけないと分かってる。しかも時間もあるんだけど、なんかできなかったっていう人です。そうした人はですね、自分が気づいてない他のところで頑張っていて、そしてそれが原因でダイエットに力を注ぐ余裕がなくなっていたっていうふうに考えてください。やらないといけなくて時間的にも余裕があるんだけどやれないっていう状況はですね、もうですね、脳と体の限界を超えてしまっているっていうことなんですね。人間ってのはですね、自分が頑張っていることやストレスになっていることになかなかですね、気づけない生き物なんです。実際ですね、私がこれまで指導してきた人の中でも、この人めちゃくちゃ生活頑張ってるよな、大変だよなって思ってるような人に、本人は、いや私はもう怠け者で努力が足りないんですっていうような人がたくさんいます。またですね、私のように鬱っぽくなってるのに、それに気づかずに、そのままなんで自分はこんなに怠け者なんだっていうような感じで、自分を責めてる人ってのも多いです。私の経験も含めてですが、鬱の状態になったらですね、頑張ろうと思っても正直頑張れないんですよね。まあ、そもそも頑張れたら鬱じゃないですし、仮にですね、一時的に頑張れたとしても、必ずですね、すぐ限界が来て、逆に悪化してしまいます。なので、なんとなくやる気が出ない、時間があるけど動けないって言った場合はですね、鬱っぽくなってないかってことを考えるようにしてみてください。うまくいかない時ってのは、どうしても努力不足のせいにしがちなんですが、頑張れないにはですね、頑張れない理由があるんで、それをですね、冷静に考えていくことが大切になります。もうですね、今年1年何もやれなかったことは終わったことですし、そのですね、自分が頑張れなかった理由さえ見つけてしまえばですね、それは来年のダイエットにものすごく生きてくることになりますので、ぜひですね、今年1年の忙しさやメンタルの変化ってとこを振り返って見直すようにしてみてください。ちなみにですね、私は双極性障害といって、ちょっとこうテンションが高い時期と、鬱になる時期を繰り返すような病気なんですが、これに気づくまでに数年間かかりました。毎年ですね、冬になるとなんかやる気が起こらなかったり、食欲が乱れたりするっていうのが続いてて、原因がわからない時っていうのは本当に辛かったです。ただですね、双極性障害だっていうことが分かっただけでも、あ、自分にはそういう特性があるんだと。これを前提に生きていかなければいけないなと冷静になることができて、生活するのはかなり楽になりました。
おかげさまでですね、今年の冬は去年よりも100倍増しで、もちろん鬱っぽくなることも多々ありましたが、このように年末も動画を配信することができています。さっきですね、去年の12月の配信数を振り返ってみると、去年は1ヶ月で7本しか出してなかったので、今年は相当落ち着いてるんだなっていうことを改めて実感しました。さて、このようにですね、2021年ダイエットがうまくいった人もうまくいかなかった人もですね、大事なのは今年の経験をどう来年に生かすかということです。今年1年で経験してきたことはですね、いいとか悪いとかはなく、全てですね、来年に生かすことができる経験ですので、またですね、来年一緒に頑張っていきましょう。私も来年も1年 YouTube の動画更新を頑張っていきます。最後に雑談ですが、富永家はですね、最初に話したように年末年始はですね、実家の佐世保に帰っています。もうですね、私は母親に頼りっぱなしでぐうたら生活をしていますが、ジャージとかですね、靴とか運動するだけの準備はしてきており、できる限りですね、1日1回は外に出るようにしています。そしてですね、お酒もお昼から飲む日もありますが、二日酔いにならない程度にしていきたいと思っています。まあどうなるかわかりませんけどね、正月はさすがに飲みすぎるとは思うんですが、あまりですね、飲みすぎないように注意していきたいと思います。またですね、去年はコロナで帰省することができなかったので、久々にですね、母親や親戚などとゆっくりとした時間を過ごしたいなというふうに考えています。ちなみにですね、実家はもうハウステンボスからもうすぐ近く、車で10分ぐらいなんですけど、私はですね、長女が生まれてから大晦日もですね、年越しまで起きてることはほとんどなくて、大体ですね、9時か10時ぐらい寝てるので、多分今日もですね、カウントダウンの花火も見ずに10時ぐらいに寝ることだと思います。今年1年本当にお世話になりました。今年もですね、本当に何度も何度も YouTube をもうやめようかなと思ったことがあったんですが、いつも見てくれているあなたのコメントやいいねのおかげで、無事に今年1年続けることができました。本当に感謝しています。それではですね、あなたの2022年が良い年になることを願いまして、今年最後の動画とさせていただきます。それでは良いお年をお迎えください。ではまた。